劇団の状況なので、この台をみんなでできるというのを忘れないでください。さあ、それでは奥行き2台目、こちらは朝2狙い、 B 狙いですね、で打っていきたいと思います。滑ってここに来ただろうね。惜しかった。確定役かな。はい、344ゲームビッグボーンですね。これがもしスイカこぼしててスイカ解除だったらまたドキドキいっちゃうかも。まあでも確定役でも期待できるよね。まあ上がってると思うんだけどな。32、うわー、やられた。スイカ解除で上がらなかった、確定役で上がらなかった、スイカ取りこぼしの地ゲームにたまたま光ったのどれかですけど、まあ、結局天国に上がらなかった。なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろう、この気持ち。まだこれは日本語でこの気持ちを表現する言葉がない。あ、やったー。どういうことだよ。39ゲームキックボーナス。さあ1ゲーム連しますよ。全部ビッグですから。いや、まずこれとりあえずこの台はやめるので、今共通ベルがね大体200分の1ぐらいだから、まあ、じゃなくても粘ったりはしなかったと思うけど、とりあえず打ち抜ける理由はないのでここでやめます。ないかな。ないですね。B 狙いできる台はもうないので、ここからは他の島に行きましょう。とりあえず置き時のコインは流しますか。さあ、お昼休憩を挟みまして再びホールに戻ってまいりました。40分前ぐらいまではね、ちょっと目
ぼしい商いがなかったんですけど、ちょっと時間を置いたことでいい台が開いたりしないかなと。まあノーマルね、いやこれ絶対開いてねえな、この角。これジャグラーコーナーは諦めるか。お店がすごく広いので、ある程度もうここはもう捨てるって決めていかないと、全部の島に目を光らせるわけにはいかないので、こればっかりはしょうがないな、期待がないんだもん。バーサス打つか花火打つか、こんなに思ったほど角台が強いってのももう薄れちゃってますからね。まあいやと、さあそれでは花火の、お昼ぐらいまでの時点では、お昼前かな、の時点では角台がちょっと強そうだからって目をつけてたんですが、現状ボーナス合算は特に良くない。ただまあ粘っていたのがなぜなのかといったところですよね。くれましたよ、はい。あれこれ近くだよな、近く。いや待って、近くか、いや近くだよ、ちゃんと滑ってる。あーレギュラーさ、これね、はい、483ゲームレギュラーボーナス投資4000円です。今のがね、枠上にドンが止まってくれたらカナナ、ドンがテンパしたらドンビックっていう、まあしょうがないね。落ちちゃったんですよ。いやでもこれはチェリーっぽいな。お、ありがたい、わかんなら蹴ってる。よっしゃ、追加投資なしで繋がった。102ゲームビッグボーナス。外れが2回、これといって別にっていう感じですかね。さあ、風鈴は抜群にいいです。はい、来た。特殊リプレイ。そうね、リプレイついてるね。ドンピックですね。ゲームキックボーナス、いよいよ、うまいな、カチソロがうまい、とんでもなくうまいように見えるね。そうでもないんですよ。46の5、まあ、偶数よりかな、やっぱ。そい。なんかね、できれば、もうあと終了まで1時間ないですけど、決着が欲しいですよね、例えば。例えばというか、もうビッグ中の外れとか、まあ、もしくはもう合算が高設定の日まで上がるとか、ね、このままなんとなくふわっと終わるのは嫌だな。
ね、僕このデメ見るの久しぶりかもしれないな。いや、いいな、やっぱこれですよ、花火は。でこれが右ピタ止まりだったら、レギュラーの可能性が大。よし、はい、406ゲーム追加投資なしでビッグボーナス。ちょっと危なかったけどね。いやー、いいデメだったな。お、ちょうど風鈴が丸くなりましたね。じゃあこのタイミングでやめますか。はい、というわけで実戦の方終了いたしました。朝から置き時リセット狙いですね。でそのまま天国行くまで打ち続け、2台目は B 狙いで置き時を打ち、2台で2800枚ぐらいかな、流して、そして花火へ行き、ちょっとね風鈴がかなり良かったんですけど、まあ、最終的に低設定の数値に落ち着いたんですが、花火でも無事プラスということで、ですね、投資987枚、回収3150枚なのでプラス2163枚と、ね、かなりの、今何を見てんだって、ここにメモってあるんですけどたまたまここにメモってたんですけどね、もうかなり大勝利でございます。まあ朝一ね、初見のお店ですから前利性なのを確認して置き時で攻めたと、で B 狙いしたと、ここはもう間違いないです。どこのホールでも通用する立ち回りだと思います。その後の花火はまあちょっと逃げ押しすぎたなってのもありますけども、やっぱり空き台にこう目星台がなかったので、もしかしたらもうちょっと時間があったらバラエティコーナーで攻めれるかなっていう台もあったんですが、まあ、その辺はその場その場の臨機応変に真似することも皆さんあるかもしれませんが、まあ、花火に行くのは別に間違いではないのかなと。で朝一、ハーデスにかなりお客さんが流れたので、まあ、もし皆さんがこの店に来た時は朝一先頭の方々が行ったところにこう流れに身を任せるとかね、いう感じも別にありなんじゃないかなと。まあ一人それで死んだ方も近くにいるんですけど、身内にいや間違いじゃないですよ、あれは別に、ただまあ大事なのは何を選んだかより何をどう打ってどのタイミングでやめたかです。で納得いくところでやめたとするのであれば、別に勝敗はそこまで考えなくてもいいのかもしれないですが、どうしても勝ちたいと、負けるわけにはいかないと思っているのであれば、しっかりと、まあ、自分のお財布、自分の投資とか、あとはもうなんだろう、財政財政わかんないけど、まあ、その辺とね、よく相談して見切りをちゃんと決めると、負けたくないのであればできる限り高設定がもう違うかなと思ったら早めにやめるとか、まあ、あと花火に行くとか、まあ、勝ち方はいろいろありますけども、今日の僕の立ち回りはとにかく負けづらいと、初見のお店でも負けづらいと言える立ち回りだったんじゃないかなと思います。まあ、この後もね、こう皆様のなんだろう、まあ、ちょっとした見本になれるような立ち回りをね続けていけば、とりあえず今のところ僕打ちくれた全勝ですからね、ですよね、だいたい 2,3,000 枚出してますから、まあ、今後もこの感じで続けていけたらなと思います。はい、またお会いしましょう。さよなら。生で渡すのやめてください。